毎日新聞の宮原です。冒頭でも向き合いました、補正予算を求めていくということについてなんですけれども、一部の報道ではですね、今、その予備費を使用するのではないかという話もありましたが、補正予算の、実際に、成立すること自体は参院選後に、して、選挙対策として、取りまとめを発表するけれども、参院選後に補正予算を組むんじゃないかという、そういった一部の報道もあります。まだそこははっきりはしていませんが、そのようなことが出ていることについて代表としての考えをお願いします。補正予算というのは見せ金とか何かぶら下げるようなものではなくて、実際に国民生活を助けていかなくてはいけないもの、そして、中にはこの物価高の状況においてはですね、緊急性を要するもの議論も当然あろうと思いますので、これまでもその5000円の発表の仕方を含めて年金もですね、非常にこう場当たり的、また選挙目当てと言われるような考え方が強いと思います。そういうことでなく、誠実に国民の皆様に対して必要な対策を打つべきだというふうに改めて。あとすみません、別件でもう1点なんですけれども、今朝の連合会長との懇談の中で、連合会長との対談っていう話題が出ましたけれども、すみません、その時聞けばよかったんですが、具体的になんかどういったことを想定されているのか、対談なんかどういうことをやられるのか。これは我が党 のビジョンコンですね、そこの方で、これまでもそのビジョンコンを構成する有識者の方々との対談を行ってきました。でこれは何もそのメンバーだけではなくですね、さまざまな立場の方との対談を通じて、将来の社会像を共有していくということをやっていきたいなということをこれまでも言ってきていて、その一環として連合会長にどうですかというお話をしたら、ご開拓をいただいたということですね。はい、ゆださん。平安宮崎の植木ですが、補正予算に関してですけれども、今国会は参議院選挙を控えて、あまり延長したくないと与党側が考えている中で、追加経済対策だけでなく補正予算案を提出して、できればこの会今国会の会期中に、成立させるだけの時間を政府与党は取るべきだとお考えでしょうか。はい、できる限り国民の皆様に実際に施策を届けるということ大事だろうと思いますので、可能な限りそうすべきだと思います。もう一点ですけれども、火曜日に追加経済対策、総理おそらく指示すると思いますけれども、その前提として、戦争は来年の3月31日までウクライナの戦争は終わらないという前提で、霞が関は例えば燃料対策はこのくらいだと。何対策？燃料対策って、そう、高騰、ガソリンの高騰とか、その国民生活は来年の3月までもちょっと終戦はなさそうだなという、そういった大枠の中で霞が関はアイデアを出すべきだとお考えでしょうか。どうでしょう。仮にですね、終結、停戦ということがあったとしても、供給が戻るか戻らないかという側面は必ずあると思いますので、そういった意味では、ここまで深刻化して、ウクライナのインフラも相当破壊されていますので、当然例えば小麦にはさらに直接的な影響があると思いますし、またそのウクライナのインフラ、また国民生活をこれだけ破壊をした、侵略が行われたということで言えば、ロシアとのですね、さまざまな経済関係についても、そうそう早い段階で回復をするということはないであろうというふうに思いますので、実際の戦闘行為が3月まで続くかどうかというところは、必ずしもそうではないということを希望して期待をしたいと思いますけれども、影響はかなり長くなるんじゃないかと思います。いかがでしょう。朝日新聞の横山です。今朝の連合会長との意見交換会ということでお伺いするんですが、連合会長の方から終了後のぶら下がりの中で、共産党を含む候補者調整はあくまで選挙戦術上の問題で、連合として関知するものではないという発言がありました。
めた調整が進みやすくなるというような印象を受けるんですが、泉代表としてはどのように受け止められたでしょうか。いや、特段何も今までやってきたことが変わるということではないということですね。はい、今後はどのような形で調整を進めていきたいというお考えでしょうか。どのような形というのはすでに、幹事長や選対委員長が協議をするということになっていますので、そのままになります。あと、吉野会長から1人区、2人区での候補者調整は重要だというお考えもありました。2人区について言及されたことについてはどのように捉えていますか。多分吉野会長の頭の中は当然立憲国民の調整ということを指していると思います。わかりました。最後にですね、市民連合さんの方から参院選について要請を受けられたかと思うんですが、その中で野党間での政策調整を求められているかと思います。これについてはどのように対応されるお考えでしょうか。私は直接要望を受けてなくて、幹事長が受けていますので、それは要望を受け止めたという段階ですね。現時点でそれに何か対応するということではない、要望を受け止めたと思いますね。はい、ありがとうございます。他にご質問ありますか。その後の質問、NHK の坂井です。補正予算に関連してお伺いしたいんですけども、政府がまだ予備費で対応しようというふうに検討しているというような情報もあるんですけども、予備費を使うということは、当面補正を組まない、イコール予算委員会、国会補正を避けているというふうな見方もできるかと思うんですけども、こうした政府の姿勢についてはですね、どうしてどう考えていただけますでしょうか。5兆の中で、コロナ対策が4兆ですか。ですから、ほとんどはコロナ対応のための予備費ですので、その政府の言っていることというのはあくまでそういう区分けの中の話というふうに、理解をするのが予算委員会の論戦における、答弁をそのまま読めばです、ね、そういうことであろうと思いますので、まずはそれが守られるということを、前提として考えるべきだと思います。でその中で言うと、じゃあその1兆何でですね、何ができるのかということだと思いますから、もちろん使える予備費は使っていただいても構わないけれども、コロナ対策、コロナ対応用だと言われている予備費も含めて、そこにちゃんとした策が、見締めというかですね、境界線というか、区別がなければいけないと思います。国民主党との関係でお伺いしたいんですけれども、改めて参院本会議で国民主党さんが賛成という形で、会議を決めましたと採決しましたけれども、これまで代表は与党、与党なのか、判断という、与党なのか野党なのかという方向を判断するか、言及をかけていたようにも感じていますが、その参院の採決を受けて、改めて国民主党は与党なのか野党なのか、どういうふうにお考えなのか。今は多分どちらでもないような状況なのかなと思いますよね。党自身は、国民主党自身は野党であるといい、周りからはもうすでに与党じゃないかと指摘をされている中ですので、なかなか多分どちらつかずという状態になっているんじゃないかなと思います。今までこう衆院の予算の賛成してるからのこれまでの経過の中で、代表最初のところは当初は与党の一角ではないかとか、常識的に考えたら与党の一角ではないかというふうにおっしゃったりとかですね、あとまたその野党ではないと判断された場合は統一候補の解消も含めてこう、そういったことも構えとしてはられてたと思うんですけれども、先週その候補者調整を呼びかける際には、その先ほどおっしゃったような国民党さんの変化をどうやるというようなこともおっしゃってたと思うんですけども、もう少しこう、トーンがダウンしているようにも感じると思ったりするんですけど、その辺はもう考えないと、方針の転換というのはそう考えられなかったことがあるんで。それはちゃんと本来は野党として、野党であるというならば、野党としてしっかりと振る舞っていただきたい。そしてやっぱり本予算に賛成するというのは、政府の政策を是認してしまうことにつながるし、そ
それ以上政府の政策に対して、まあ、批判はできなくなるんじゃないかと思いますよね。ですから我々はその、まあ、本予算に賛成するというのはやるべきじゃないんじゃないかということはこれまで、まあ、再三申し上げてきたところです。まあ、そんなことも含めて中には欠席をされる方もあったということかなと思っていますので、まあ、そういうことも踏まえながら我々としては少なくとも立憲民主党としては、ね、当然、自民党運動は異なる選択肢を国民の皆様に提示をしていくということですので、まあ、そこに協力的なのかまた協力的ではないのかというところを引き続き見定めていきたいと思います。最後なんですけども、先週その候補者調整を呼びかけられた呼びかけていくということを今見定めたいとおっしゃってましたけれども、一方加藤国会館では質問時間について、まあ、国民主党さんに融通しないというような対応を取られていますけれども、そのコーナー合わせだったら対応についてはどういうのかな、そのように行動しているということですか。はい、はい、ご質問ありますか。フリーの横田はじめですけども、ゼレンスキー大統領の国会演説に関してですね、国際政治学者で元民主党衆議院議員の須藤信彦さんは、正義の戦士と両の言葉として受け取るのはどうかと疑問を提示されててですね、 NATO やアメリカの、に誘導されるままロシアを挑発したと、それが原因、責任の一端になるという指摘をなさっててですね、同じような指摘を鈴木宗男さんもロシアの侵攻は許せ問題と指摘した上で、ウクライナ側にも停戦合意を守らなかったりとかですね、ロシアとの話し合いに十分に応じなかったということを指摘して、れいわ新選組の山もですね、ウクライナの人権侵害について国際、人権団体に調査を依頼してと、でロシア側ウクライナ側の言い分だけじゃなくてロシア側の言い分も両方聞くことが重要だという指摘がいろんな方面から出てるんですが、立民代表のお考えと、立民として何かそういうロシアウクライナ側とは違う見方の調査などをされているんであれば、教えていただきたいんですが、党として調査というのはないですが、まあ、この日本にいてですね、ロシア側の情報が全く入らないわけではないと思いますね。それはロシア大使館の発信であり、まあ、いわゆる NHK さんのワールドニュースなどを見れば、まあ、そのままロシア国営放送の放送を流していますという場面もありますから、まあ、そういうことでロシア側の考え方っていうのは情報としては私は入ってきていると思います。それを受けて今のほとんどメディアも、国会もですね、ロシアイコール悪で、ウクライナイコール善というふうに染まってしまっていることについて、疑問とはお感じになってないんでしょうか。少なくともウクライナはロシア領土を攻めたり、ロシア国民に対して侵攻侵略をしたということはないと思いますね。ウクライナは侵攻された側であり侵略をされた側であり、ウクライナ国民が実際に被害に遭い難民化しているという事実もあります。そういった点からはロシアは批判されて当然でありますし、ウクライナは支援されて当然であると。一方でウクライナの方にも原因責任があるとはお感じになってないんでしょうか。鈴木宗男さんまで繰り返しになりますが、ウクライナがロシアを侵略した事実はありません。その事実だけ受け止めて歴史を遡ってありません。平本さん、ご質問されるなら、はい、話しませんってことです。私の見解は以上ということですね。ウクライナオンファイアというオリバーストーン監督の映画報道番組をご覧になりましたか。はい。それを見て、でもウクライナ側にも責任の一端、原因の一端があるとは思わなかったんですか。繰り返しになりますが、ウクライナはロシアを侵略も侵攻もしていません。以上です。そうです。産経新聞の澤田と申します。国民民主党との関係についていくつか伺わせてください。まず基本的な認識を伺いたいんですけれども、代表がおっしゃる候補者調整っていうのが、選挙における共闘に含まれるのか、もしくは選挙協力に含まれるのか、全く関係がないものなのか、どういった認識をお持ちでしょうか。はい、今各党に
申し入れをしたのは、候補者の調整のみになります。候補者の調整というのは選挙協力に当たらないんでしょうか。はい、当たらない。分かりました。で、候補者調整にするにあたり政策の一致というのは必要だと思うんでしょうか。それは協議の中で、これから協議の中で、議論されていくことだと思います。国民民主党さんはですね、まあ、予算、本予算というですね、まあ、ある意味では大きな政策において立憲民主党と異なると思います。まあ、そうしたところに対しても候補者調整を呼びかけているということは、これは選挙目当ての野望と言われるリスクはないんでしょうか。もしくは呼ばれてでも選挙に勝つことが優先されるというふうにお考えなんでしょうか。まあ、様々な考え方あろうと思いますが、我々としては前衆議院選挙において共に戦ったという過去の経緯がありますので、あとは応じるか応じないかはその政党次第かなと思います。参議院の澤田です。応じるか応じないかは政党次第とおっしゃっていただきました。国民民主党の玉木代表がですね、本日掲載の産経新聞のインタビューで、現状で応じるのは難しいと、理由として主に共産党さんと調整するなら政策何らかの協定があるだろうと、それにそれを飲まざるを得なくなるという点と、維新さん、日本維新の会がない一本化というのは意味がないということを挙げられましたけれども、国民民主党さんに対してさらに呼びかけを続けられるかどうか。確かその記事の中にも書いていたかと、すでに実務者間で進められているっていうのは、その記事じゃなかったかもしれません。過去の発言でも確かあったんじゃないかなと思います。まあ、いわゆるそのセレモニーが必要だと考えるか考えないのかっていうのは、それもまた各党の判断だと思いますので、必ずしも確かに必ずセレモニーが必要だと言い続けるかどうかっていうのは、まあ、そこはいろんな考え方があるかなと思います。長谷川さん、産経新聞の澤田です。国対の対応においてはですね、まあ、先ほどおじいさんの質問にもありましたように、質問時間を優遇しないと。見方によっては選挙で調整しつつ国対ではある意味敵対しているという状況に移るかと思うんですけれども、これは矛盾しているんじゃないかという問いにはどのようにお答えいただけますでしょうか。やっぱりそういうことはあり得るということですね。国会というのは何でも白黒全てがはっきりということにはならない。その中で、いろんな、対応が取られていく過程の中には、さまざまな手段手法があり得るということだと思いますね。ありがとうございました。他にご質問ありますか。どうぞ。国民新聞の北村です。今の質問に関連して1点なんですが、国民民主党との会談についてはですね、先だっての3党党首の会談の後のぶら下がりで、いずれ何かしらの形でお話ができる機会があればいいなと。というふうに思っているという話だったと思うんですけれども、現時点でも申し入れの要請といいますか、問い合わせを設けたいという意向は伝え続けていらっしゃるんでしょうか。一旦伝えたものがどっかで期限切れになるわけじゃないと思うので、一旦伝えたものは生きているだと思いますが、多分国民民主党としては今はやらないという、その今はなのかやらないなのか、それは受け止めもいろいろあるかもしれませんけど、多分されないということを前提にしてるんじゃないかなと僕は認識しています。あともう一点、全く前提なんですが、冒頭ご紹介のあった1点プラスについて泉代表もよくご出演されることになるんではないかと思うんですけれども、今後のこの取り組みの期待とですね、どういったことを打ち出していきたいか、泉代表のご質問いただければ。そうですね、やっぱりYouTube のチャンネルっていうのは、いろんな魅力的なチャンネルがたくさんある世界ですので、その中で一人でも多くの成人に少しとっつきづらかったり距離を感じている人が、ここに書いてあるように身近に感じてもらうきっかけになって、なるほどと政治に対する理解が深まったりして、参加をしようとか投票に行ってみようと思ってもらえるものになればいいなと期待しています。何があるでしょう。どうぞ。京都新聞の平地です。よろしくお願いします。泉代表は国民民主党さんをかえって兄弟政党というふうに、表現されていたかと思うんですが、今の時点ではですね、政党だというふうにお考えでしょうか。考えがあります。兄弟っていうのは縁の話なので、もちろん
ね、兄弟の間の距離感っていうのはその時その時違うかもしれませんが、兄弟は兄弟じゃないですかと思います。いや、今も、まあ、まだ兄弟だ、まだとかじゃないですよね、うん、それはあの成り立ちからすれば兄弟じゃないですか。ただ兄弟だからといって性格が一緒なわけでもなければ、あの行動が常に一緒なわけではないというところはあるのかもしれませんね。まあ、あの兄弟間でもいろいろこうね、あの関係こじれたりするのがあると思うんですけど、まあ、必ず通るということで、兄弟は兄弟です。はい、ありがとうございます。はい、他にいかがでしょう。どうぞ。はい、フリーの小山です。おはようございます。ですね、あの、アメリカンプログレスセンターの方であの講演を行われたと思うんですけれども、あの一般にはこちらのセンターがあのアメリカの中でどういう位置づけにあるのかあまり知られていないと思うんですね。で、まあ、こちらで講演するにあの至った経緯と、あとこちらのプログレスセンターが、まあ、どんなところなのかというのを教えていただけますでしょうか。はい、まあ、の数多くシンクタンクですとか、あ、まあ、あのアメリカでは盛んだと思うんですけれども、まあ、あのプログレスという言葉にあるように、まあ、あのどちらかといえば構成する方々は民主党系の方が多いのかなと思います。ただ、まあ、いわゆる親日派の方々が、党派を超えてですね、共和党民主党双方系の方がその講演を見てくださっているという説明は受けました。まずそれが一つでしたね。経緯は、ここに。経緯はですね、はい、あの旧立憲民主党の時に枝野代表は訪米を確かしていたと思うんですね。でその時は、まあ、サンダース氏と確か会ったりだとかってなったと思うんですけど、その流れでですね、あのアテンドだとかをしてくださっている方があって、で今はコロナ期間中ということで、まあ、訪米はかなわないけれども、何らかやはりこの立憲民主党の考え方というものを、まあ、アメリカの知日派コミュニティの中で、発表していただくと理解が深まるんじゃないかという話の中で調整が進んだと。ありがとうございます。トバイアス・ハリスさんの最後 の、はい、あのご質問のコーナーですね。結構結構難しいあのご質問もあったかと思うんですけど、こう一番ちょっとこうあどうしようっていうふうにこう難しいなと感じたご質問が、どんなものだったかっていうの、それで、どのようにお答えになったか、こちらで、私自身が、はい、あ、です。まあね、オンラインなので、その質問にどういう背景があって、あの聞いてる意図がどういうことなのかっていうのを、まあ、結構つかみ取るのは難しいところなんですが、まあ、そのいわゆる価値と国益、これをどちらを重視しますかっていう話がありましたね。で私はあのそれは価値が国益であると、そのバランスを取っていくことが大事だという言い方をしましたけれども、まあ、あの民主主義だとか自由だとかということと、まあ、時に、もっとですね、経済的な利益とこういうことを優先させるという考え方も、まあ、おそらくある中でですね、例えばこう経済安全保障にしても、ともすれば自由貿易に一定の制約を課すというようなこともあるわけですけれども、価値と利益、国益をどちらが優先しますかという問いについては、まあ、深い問いだなというふうには思いましたね。で私自身は先ほども言いましたけども、まあ、我が国は自由や民主主義や法の支配、そして平和、そういうものを価値としてきたし、その価値があるからこそ我が国が繁栄をしてきたということもあるので、それは両立できるはずだという答えをさせていただきました。ありがとうございます。最後にこちらの方が、まあ、最後に意外なと言いますかですね、画期的なあの防衛戦略の転換はあるのかというようなことをあの聞かれたんですけれども、まあ、あのこちらに関してはどうお感じになりましたでしょうか。例えばそのやっぱりバックからあのこれを機
聞けと言われているのかなとかですね。誰かあのバックのですね、その民主党とか共和党の方からこれを聞けと頼まれているのかなとか、ちょっとドキッとされませんでしたでしょうか、この防衛戦略の画期的な進展はあるかと最後に聞かれたと思うんですけど。あのバックにどなたがいるかということではそんなにないのかなというふうに思いますけれども、あのおそらく当然今アメリカもですね、ウクライナ情勢を注視をしているし、そこをウクライナを挟んだ形でのロシアと NATO のあり方というものを考えている。でその中でよく言われるように、こうドイツが防衛費 2% ということをこうある意味大転換となることになったということを踏まえて、日本側、どのような影響というか考え方、インパクトになっていきますかという質問だったのかなと思うんですね。で私はドイツの国防費 2%、GDP 費 2% というのは、これは今回の、ウクライナ情勢は当然大きな後押しにはなっているわけですが、NATO としてはそもそも、もう2014年の段階から、この防衛費に